原発問題で、メディア、あといってもマスメディアですね、マスメディアは、どうだったのかなという、 こう深い、疑問というか問いかけがあるということは、いわば争いない事実と言えるのではないでしょうか。よく大本営発表批判というのがあります。メディアは政府や東電の言いなりに最初からもうそれだけをボン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 みんなに撒き散らしてきたんじゃないかという、ちょっと非常に大雑把にくくってしまうと、そういう印象、批評的な批判もありました。それに対しては、実証的に見ると必ずしもそうではないということも私は言いたいです。それを見ながら私は改めてですね、やっぱしなぜ福島に、なぜ福島に、福島は福島県で東電の、地域じゃないんですよ、東北電力のところなのに、なぜ福島に起き、一番最初に東電が作ったのか、それをそれから始めようと思って少し勉強を始めたんです。大事なのは検証番組も大事なんですけど、その瞬間その瞬間のリアルタイムの報道ってやっぱり重要なんですよね。死活的な判断は要求される、その情報というものはどのような形で流されるかと、それは検証番組作るのはいいんだけど、自分のところの検証ね、やっぱりきちんとしない NHK の自分の報道についての検証番組ちょっとしてましたけれども、やっぱり十分なツッコミはしてない。やっぱどうしても自社のことだから、まあ、先ほど岩上さんおっしゃったように、これ原発問題っていうのはこのマスコミの構造的な問題っていうんですかね、これを非常にあぶり出したと思うんですよ。でその構造的な問題として、まあちょっと僕がこの事例から感じたことは何かなと思うとですね、一つはそのなんていうんですかね、まあ、バランス感覚といえばいいんですが、ちょっと空気を読みすぎるのが最近のマスコミの特徴ではないかなとちょっと思うんですね。でこの14、15、16あたりのこの、北のミサイルに重ね合わせて、で新聞に大きくですね、北のミサイル発射、テレビ大きくどんどんどんとそっちやってる間にこそっと再稼働っていうのは行くシナリオだぜっていうのは、これ永田町常識ですよ。ですがメディアの問題点と言われるのは、どこかに陰謀本部があるのだろうか、陰謀司令部があって、何か指令が飛んでいるのだろうか、それとも原発の問題ですけれども、原発の導入は何といっても読売と日テレ、正力松太郎の責任というのは重大です。この検証抜きにですね、原発の何を語るのかという話です。ただ出たものが非常に、なんていうかな、全然突っ込んでない、それはもうおっしゃる通りだと思いますね。でそこはやらなきゃいけない。非常に簡単に言いますと、情報公開を徹底的にすれば、これはもう嘘つけないんです。